いやあ、施設の圭介だよ。箱根女とパート32になります。ロード、続きやっていきたいと思います。前回結構前やな。あ、これは前回やったところなんで飛ばして、問題はこっから。こっからやっけ？ああ、この continue to the next chapter っていうのは、もう見た。もう見たんで、パスして。暗い世界、こっからやね。前回の続きはここからや。やっぱりなかなか見つかんないね。そうだね。昼下がり、私とアイリは食料を探し外に出ていた。この島に移住してからもう長い月日が経っている。てかこの島っていつもの涼介の島やけど、なんかあるんだろうか。その間、何度もこうして食料を探しに来て、取り尽くしてしまっているため、いろんなところを探し歩いても、もうなかなか見つけられない。こんな島に来たから食料が尽きちゃうんだよ。本島にいたらいくらでも食べるものあったのにさ。まあね、でもしょうがないでしょ。もともと私たちは海の向こうにある本島で生活していた。まだ起きている人がいる地域を目指し、私たちは各地を転々とする生活だった。たどり着いた集落の人々は皆、私たちを歓迎してくれたが、私たちと合流して間もなく、みんなすぐに眠りについてしまった。会うたび会うたび、その人たちがどんどん眠っていくパターンの人なの。この島に来た理由も、起きている人がいる集落があると聞いたからだったのだが、今はもう私たち3人だけになってしまっている。私たちでは本島へ渡るための船を出すこともできない。船の運転はできないってことやな。おそらくこの島は私たちの眠る場所になることだろう。はあ、料理作れなくなっちゃうとまた退屈になっちゃうな。そんなすぐ諦めないで、葵に相談してみよう。何かいい案出してくれるかもしれないし。まあそうだね。食料も見つからないので学校に戻ることにする。はあ、アイリーは食料が見つからないことに不満そうにしているが、私はそれ以上に不安を感じていた。もし食べるものがなくなっちゃったら。料理を作る楽しみ、食べる楽しみを糧にしていたアイリーはすぐにでも眠ってしまうのではないだろうか。私も葵も自分からたくさん話すタイプではない。アイリーは明るく元気で私たちのムードメーカーだった。そんなアイリーが眠ってしまったら、きっと世界はもっと暗く沈んだものになってしまうような、そんな気がする。だからアイリーには眠ってほしくなかった。どうしたのテトラ。ううん、ちょっと考え事してただけ。ふーん、何か他に夢中になれるものさえあれば、そういうものが見つかれば、アイリはまたそれに必死になって、それを生きがいにして起き続けられるような気がする。そんなことを考えながら歩いていると、アイリが急に立ち止まった。アイリ？立ち止まったアイリは島の中心部にある高い塔を見つめていた。そんな高い塔あるんかい。全然凌介たちの話には全然出てこんかったけど、めちゃくちゃ気になるんですけど。あー、何これ、何これ。現実離れしてるやん。何これ、何なんこれ、何なん、口切る気がなんか技使ったん。こんなんあるよな。ブリーチか。これはこのゲームはブリーチか。あの塔いつ見てもすごいよね。塔の先端は重く厚い雲を突き抜け、私たちでは見えないところまで続いている。軌道エレベーターみたいになってるやん。葵の話だと、あの塔はリセットシステムと大きく関わりがあるらしいのだが、詳細は何も知らない。ねえテトラは覚えてる？この雲の上にはね、青空が広がっているんだよ。青空？うん、すごく綺麗なんだよ。あの塔に登ったら見えるかな。青空か。リセットシステムが起動して以来、この世界は厚い雲に覆われていて、空というものが見えなくなってしまったらしい。アイリーたちと出会う前の
出会うまでの記憶がない私には青空の光景を思い浮かべることもできない。だから興味があった。ちょっと見てみたいな。やっぱり覚えてないの？うん、そうみたい。そっか。アイリはうーんとしばらくの間悩んだような顔を見せ、あれからあっと声を上げ、パッと顔を上げた。いいこと思いついた。さっきいいもの見つけたんだよね。いいもの？どうした？いいものってなんだお前。いいものって何なんだお前は。晩飯のカレーか。お前隠しとったな。一人で食うために隠しとったんかお前。そうそう、ちょっとテトラもついてきて。こっちの返事も待たずにアイリーは私の手を取って走り出す。ちょっとアイリー、いいから早く早く。何なんだい？見せたいものって何なんだい？いやらしいもんじゃなかったら見るよ。アイリーに連れられてやってきたのは一軒のお店だった。お店？ためらうことなく店に侵入し、複数ある棚を一つずつ物色するアイリー。確かこの辺にあった。アイリーは大きな円形状の缶を取り出して、私に見せつけてきた。ペンキ？缶にはそう書かれている。なぜペンキ？そうペンキって言われても何のピンコピンとこんよ。なんでこれを見せたかったか。ピンってこない。それで何をするの？テトラ、青空見たことないんでしょ？うん。だから学校の壁に青空を描いて見せてあげるよ。ああ、そういうことか。アイの顔は生き生きとしている。新しい何か。もしかしたら青空作りが料理に変わるアイリーの生きがいになるかもしれない。それならなるべく大きなのが見たいな。大きいに書かせて、時間かけさせて、生きがいを長く続けるようにしたいみたいな感じなんやな。いつまでも完成しないぐらい大きなものならアイリーはいつまでも眠らずにいられるかもしれない。だから私はそうお願いした。うん、じゃあ島中のペンキ集めなきゃね。アイリーの笑顔が私を安心させる。まだ私たちの日常は続いていく。こんな暗い日常が。第3章カーニバルゴーストカーニバルゴーストとカーニバル一緒にするか。7月27日日曜日と、よく考えたら焼きそば屋やるにしても私以外焼きそば作れなくね。今更その笑顔で言うな、このゴースト。あ、カーニバルゴーストって君のことかい、えずきちゃん。暗い世界からこういう日常の方に戻ってきたらめちゃくちゃすごい違和感があるのです。初見だったらなおさらそう思うでしょうが、最多祭まで残り7日となった本日、えずきがそんなことを言い出した。はは、なわけ。ああ、でも歩は自信なさそうです。歩、意外と料理できないタイプ。君は勉強しかできないタイプだもんな。ああ、小鳥ちゃんはやる気満々だ。君はできるのか？料理はできるのか？やったことないって言ったけど、いや、できるのか？ねえよ。あるじゃないのよ。いずきが作る焼きそばは美味しい。ここで私たちが下手に覚えるより、いずき短期決戦の方がきっと儲かる。すげえな、小鳥ちゃん。いずき短期決戦とかいうすごいかっこいい言葉を言ったな。どの？さらっと私一人を働かせようとしてんじゃないわよ。お前らはブラック企業か。とはいえ、それじゃあとりあえずどうする？どうするも何も教わるしかないんじゃない？いずきに。えずきはどんな感じで焼きそば作るんだろう。うまいって言うからには何かしらなんか工夫なんかあるんだろうか。まあそうだな、えずき一人に働かせるわけもいかないし、おいらはブロック企業じゃないんだ。ブラックじゃないんだよ。ブラックじゃ、今日はバレンタインデーだけどブラックじゃないんだよ。仕方ないわね。そうしましょう。さて、
誰が一番うまくなるかな対決をしようじゃないか。ということで商店街に焼きそばの材料を買いにやってきた。そういや当日の材料ってどうすんだ。ちゃんと手配済みだから大丈夫だ。自前のホットプレートの他に鉄板とかも変えられるようになっている。うわ、バーベキューでやるような焼きそばみたいな感じができるんやな。おう、さすがあゆちゃん、手際がいいな。あゆちゃんはやめろ。今は何が必要？技術。当たり前だけど麺でしょ。それにいろいろ野菜も必要ね。ふむふむ。うわー、大野さん、お前、大野さん、話を聞きつけてやってきてんじゃねえよ。お前がおるとどんだけこの会がカオスになると思ってんだってめ。どっか行け。徹子の部屋やってるんじゃないのか。早く見に行けよ。麺を柔らかくするためにビールも入れたいけど未成年じゃ買えないし、何か他ので代用するか。初めて聞いたよ、焼きそばにビール混ぜるとか。初めて聞いたよ。伊豆木、お前どんな知識を持ってるんだ。もしかしてお前料理系の学校通っとったか。よし、わかった、俺に任せろ。じゃあ早速買い物。お分かりいただけただろうか。で、誰よ。で小野さんだよ。いつの間にか小野さんが僕たちの輪の中にいた。ほんといつの間にかだな。違和感なく出てきたな。お、大野さん、なんでここに。いや、俺、お前の護衛だし。ああ、そういえばそうでしたね。全然護衛してませんけどね。競技大会の次の日、ひよこを探している途中に会った以来、顔を見ていなかったので、あまり護衛されている実感がない。お、ビーチバレーでバカバカにやってた人ちゃん。そうです、バカバカやっていた人です。正解だよ。バカとか失礼な。バカっていう人がバカなんです。いや、こう見たら夏行きより大野さんの方がバカに見えてしまうんだ。どうなんだろう、夏行きもバカなんだけどね。っていうか、お前髪切ったの？何、失恋でもしたの？そんな女みたいなことしねえっすよ。まあそれ以外のところ夏行きは女っぽいんですけどね。知らないですか、この島に住んでいるとある日突然髪がバサッと抜け落ちるんですよ。え、何それ、怖い。ほら、最近シャンプーした後の抜け毛が気になってたりしないっすか。マジかよ、スカルプ D 使ってもダメ。ちょっと、どうでもいい話はいいから誰なのか教えなさいよ。この人はなんて説明したらいいんだ。おっと、ワクゼースでいろんな人がいつの間にかしてくださってるね。一人困っていると小鳥が口を開いた。大野は私の知り合い、ナイスカバーだ小鳥ちゃん。ふーん、どういう関係。どういう関係か尋ねられたら言えんのや。え、そういえどういう関係なんだろうみたいな感じなんや。小鳥ちゃん、フォローしたはいいけどその先のこと考えてなかったパターンや、これ。同僚、誰のよ。エリナ、なんで疑問系なんだ。まあまあ、細かいことは気にしてくれ、いいじゃないのさ。君たちは今から焼きそば作るんだろ。そこで俺から提案なんだけどさ、俺が材料を全部買ってやるから俺にも焼きそば壊せてくれよ。いいんじゃない、材料買ってくれるって言ってんだし。まあ、あんたたちの知り合いっていうなら私は構わないのよ。かまってよ、この人入ったらどんだけカオスになるんだ。焼きそば食うだけでもこの人カオスかもしれないんだぞ。お金も出してくれるみたいですね。やっぱそこですな、お金に変わるんだったらなんかカオスな大野さんがいても大丈夫みたいな感じです。よし、じゃあ決定な。何考えてるんだろう、この人は。ということで焼きそばの材料を買い揃えて僕たちは本拠地に戻っていた。ホットプレート班とフライパン班の2チームに分かれましょう。やー、やったやった、俺小鳥ちゃんと一緒になりたいんやけど、いいかな。みんな各チーム自分たちが作った焼きそばが今日の昼ご飯だからふざけないようにね。わーい、なんか調理実習やってるみたい。伊豆木先生、
私、伊豆木と一緒のチームがいい。あ、じゃあ俺も小鳥のチーム入りたいとか伊豆木のチーム入りたい。3人でやろう。私は教える側だからチームに入らないの。あ、そうなんじゃ伊豆木。そうか、お前はそうか。うん、残念そうだな。まあそう落ち込むな小谷ちゃん。お前には俺がいるから。絶対楽しようとしてたな。んじゃ伊豆木は昼ご飯どうすんだよ。そりゃ教える側だもん、両方の班からもらうわよ。授業料みたいなのもらおうとしてるね。伊豆木が取っていったらどんどん減ります。ちょっとずつ一人前ずつ。お前の一人前は俺らの何人前だよ。さすが食いしん坊の伊豆木姉さんだぜ。お、教える側の特権よ。それでどうやって班を決めるんだ。ここは文句が出ないように口引きにしましょう。そう言って伊豆木はその辺にあった紙を使って阿弥陀くじを作り始めた。じゃあ俺ここ、それじゃあ俺はここにするぞ。お前もやるんかい。あ、オロさんは作る側にも参加するんですね。当たり前だろ、仲間外れにすんなよ。いや、最初から仲間じゃないですけど。最初から仲間意識持ってんじゃないよ。はあ、私はここ。俺は最後でいいよ。じゃあ僕は、お、選べる。いや、選べるぞ、選べるぞ。あ、でもこれここで保存しといて後でもう一回違うパターン見るっていうのもありやな。そうしようかな。だって両方ともの焼きそばの展開見てみたいもんな。じゃあここでセーブします。もう今回から選択肢に出てきたら全部両方とも見るパターンでやってみようかな。で、最終的には何だろう、良かった方のやつで進めていくみたいな、そういういいとこ取りしていこうかな。じゃあとりあえず左行ってみようかな。左側にしようっと。くそ、これで小鳥ちゃんと一緒におれんかったら俺はどう思うことやら。まあ両方ともやるんやけどね、保存してるけん両方ともやるんやけど。選択肢、僕が左側の空いた場所に名前を書くと、歩が残った箇所に自分の名前を書いた。じゃあ開けるわよ。来い来いよ、いいやつ来いよ。ホットプレート班が夏行き、アイム、大野さん。やった、カオスな人間が向こうに固まった。そしてフライパン班が小鳥と涼介ね。やった、小鳥ちゃんと一緒だ。あ、しかも二人きり。わー、ふぅ、フライパン、フライパン、ナイスフライパン。アイムがカオスな二人と組まされてめちゃくちゃ地獄を見ているような顔になってるな。ごめんな、アイム、俺が先に選んじゃったから。マジかよ。なんだよそんな嫌そうな顔して。嫌そうな顔したくなるだろう、お前と一緒の班じゃ。歩む歩む、うん、どうした。一応先に言っておくけど、うむ、大野さんは夏行きと同じレベルで面倒くさい。もう絶望に落ちた顔、たまりませんね。マジか、失礼なこと言うな、涼介。おい、歩、安心しろよ。いきなり呼び捨てです。そう言いながら、歩の肩にポンと手を置く、大野さん。涼介の言ったことは、おおむね合ってる。合ってるんだ。まあそうなんだよ。そういうことなんだよ。ね、面倒くさいでしょ。ああ、よかった。左選んどってよかった。危なかった。ほら、さっさと始めるわよ。ということで、小鳥と一緒にコンロで調理することになった。わあ、好きな人と一緒に二人きりっていうのは、やっぱたまりませんな。その前に、伊豆木の指示で野菜や肉を切る。ああ、そういう野菜とかの調理の方なんかな。小鳥は料理できるの？できるかどうかわからない。やっていたかもしれないけど覚えていない。なるほど。でも多分切るのは得意。敵と一緒にすんじゃねえよ野菜よ。敵と一緒にしてんじゃねえよ野菜よ。野菜は怖いぞ。それでもやれるのか。みじん切りじゃなくてコッパみじん切りするんじゃないのか。それでもやれるのか。なんで毎晩敵切ってるから。勝手が違うんだよ勝手が。絶対それ切り方違う。ほら口じゃなくて手を動かす。まな板に野菜を置いて、小鳥は包丁を右手に持った。
テレレーテレレレレレレレテテーン、なんか違う、やっぱりな、だと思ったんだ僕は。そりゃ敵を切るときにさ、丁寧にみじん切りなんかしないでしょ、一回切るだけでしょ、違うよ。へっ、私の場合上から下っていうより左から右に切ってる、向かって切る方が得意、いつもそうやって敵を切ってるから。いやだからそれは。ということで凌介、野菜持って固定してって、それからこっちに向かって走ってきてくれるとより切りやすい。それ僕ごと切るで、僕ごと切る気でしょう、それ。そ、そんなことない。じゃあなんでお前よそっぽ向いてんだ。たったぶん大丈夫かもしれない。そんなの、そんなの自信ないよね、自信なく言ってるよね。わかった、僕は切る。怖すぎて小鳥には任せておきなかった。凌介、ここで頑張っておいたら後から好感度上がっていくぞ、頑張れ。凌介どんだけ料理できるんだろう。一通りの具材を切り終え、焼く方に入る。そこそこできるらしい。伊豆木レシピは何か特別なことをするの？まあ特に変わったことはしないけど、ソースは私特製のものを使うわ。なるほど、伊豆木の焼きそばがうまいのはそのソースのおかげか。へえ。当日もソースを私が作っておくから、あとは分量だけ間違えないようにちゃんと覚えるのよ。はい。えずきの指示におとなしく従って具材を焼き始める。すると小鳥が僕の服の袖をつまんで引っ張っていた。凌介、私が焼く。あ、そう。うん、凌介が切ってから焼くくらいしないと垂れるだけになっちゃう。そういうことなら。いろいろ注意を受けながらも、小鳥が焼く焼きそばを順調に焼きそばらしくなっていく。やるじゃないか。あっという間に3人分の焼きそばが出来上がった。で、できた。うん、まあ見た目は上出来ね。そう言いながら伊豆木は一口味見する。うん、味もオッケー。それを聞いて小鳥は嬉しそうに笑顔を作った。早く食べよう凌介。うん、ほらちゃんと座って食べなさいよ。やったぜ。ちょっと好感度が上がったような気がする。小鳥ちゃんと一緒に入れて僕は幸せです。だが一方、その頃もう一つのグループではどうなってるかな。あ、もう一つのグループの方の見ないの。伊豆木の指示に従っていたから当たり前といえば当たり前なのかな。焼きそばはちゃんと美味しく出来上がった。うん、美味しい。ふふふ、わあ、君の笑顔が見えて僕は幸せだ。自分が変わっているからか、小鳥は得意気だ。そんな小鳥の姿は今まで見たことがないものだったから、僕まで嬉しくなる。日々小鳥はだんだんと普通の人間っぽくなっているように思えた。ふふふ、そのことが何より僕の心を躍らせた。あ、ここまでで終わるんだ、選択肢の範囲が。ってことは、もう見たくはないけど、右を選んだ時のを見ていくパターンので行ってみましょうか。覚悟しとかんかったらあかんな、これ。カオスな展開になるな。今ちょっとランデブーな。それこそ2月14日にふさわしいような内容だったけど。覚悟しとかなあかんのな。右側選ぶってことは。右側にしようと。僕が右側の空いた場所に名前を書くと、歩夢が残った箇所に自分の名前を書いた。じゃあ開けるわよ。えずきがアムヤクジを開く。ホットプレート班が夏行き、凌介、大野さん。フライパン班が小鳥と歩夢ね。あーってパターンだよなこれ。うわーなんだよな、そんな嫌なそうな顔して。だって夏行きと大野さんと一緒だなんて、そんなの調理じゃなくて覚悟の実験みたいなもんじゃ。どう考えてもちゃんとしたものが出来上がるとは思えない。安心しろ凌介、科学の実験といえば俺はその昔実際に科学の実験で数人保健室で送ったことがある。やめてくれ、それをそれの再来をもう一回起こすとか、スキャンドインパクトはやめろよお前。なんで誇らしげなんですか。どこにも安心する要素がないじゃないですか。
運の月っていうのはこういうことを言うんです。さあまずは具材を切るところから始めるわよ。よし、じゃあ人参は俺が担当しや。陽介はキャベツ、夏行はピーマンを切ってくれ。そんなに包丁ないすけど。なんだって。ふふ、だが問題ない。こういうこともあろうかと俺はあらかじめカット野菜を買っておいたのだ。大野さん、そういうところは認めるよ。練習にならないじゃない、なんかようかくな。練習にならないじゃないのよ。その通りだった。アホなやりとりばかりしていてもしょうがないので、とりあえず順番に野菜を切っていくことにする。最初に僕がキャベツを切って、夏液に包丁を渡すと、夏液はすでにピーマンを切り終えていた。ん？包丁、ないよな。え？包丁ないのにどうやって切ったの？そんなの決まってるだろ？気合だよ。なんだそれ、武道家精神みたいなこと言いやがって。それこっちの歯のピーマンじゃないか。勝手に持っていくな。ちょ、バレたか。夏月、将来、お前の将来大丈夫か？そんなことだろうと思ったよ。おとなしく夏月はピーマンを切り始める。すると小野さんが僕の肩を叩いた。凌介、これを見てくれ。お前何やってんの。いや面白いよ、面白いけど、お前何やってんの。器用やなお前。キモ、何やってんですか。天才的だろ、尊敬しろよ。すごいとは思いますけど、食べ物で遊ばないでください。ロースかピーマン切れたぜ。ああうん。お前やりたい放題やな、お前ら。ピーマンだよ、ナスじゃねえよ。あとリンゴみたいにそいで向いてんじゃねえんだよ。くっそ、大野さんの人参に比べるとインパクト弱えな。次はもっと頑張るぞ。頑張るところ違うぞ。ゆずき、今からでも小鳥と歩の班に変えてもらえないんだろうか。気の毒だけどダメよ。せめて涼介がいないと、そっちの班は破滅の道しか歩まないもの。もう十分に破滅に向かってるよ。すごいだろ。うん、すごいと思うし器用だなとは思ったけど、それ以上にやっときだ。キヒヒヒキヒヒってなんだ、キヒヒって。ということで炒める方に移る。普通に炒めても面白くねえし、何か変わったことしようぜ。普通でいいんだよ。っていうか伊豆に料理教わったんだから、伊豆に従えよ。ま、従わないならそれでもいいけど、食べるの自分たちなんだから覚悟しなさいよ。って、しょうがねえな。ここはおとなしく従おうか。渋々と言った態度で、夏木はヘラを持って野菜を焼き始める。ちゃんとやれよ。ほんとちゃんとやれよ。不意じゃないぞ。なあなあ涼介、普通に焼いてても面白くないから何か変わったことしようぜ。何よお前、ほとんど一言一句変わらずに同じこと言ったんだ。お前は話聞いてました？えずきの指示に従っていたから、当たり前といえば当たり前なんだが、焼きそばはちゃんと美味しく出来上がった。変な切り方したピーマンとか出てくるんじゃないだろうか、人参とか。初めはどうなるかと思ったけど、すげえな。あんなにふざけてやったのにどうにかなるもんだな。お前が驚くなよ、一番驚いてんのは俺だよ。おやなんて途中から何もやってないで感染しちゃったよ。やってなかったのか。とうとう俺の料理スキルは手を動かさず料理を完成する生き物に到達したか。さすが俺。早いうちから僕が主導権を握っていたからどうにかなったのだが、もしそのままにしていたら大変なことになっていただろう。こう建物を焼け取ったかもしれん。大惨事ですよ。うん、まあなんて読むんこれ、何体点ふ、弱からんな感じ。スキルないからな。歩むとことりもちゃんと作れたし、それで最初当日も安心しね。みんな作り方を忘れるんじゃないわよ。3時頃になってコラミとヒヨコが本拠地にやってきた。あ、こっから繋がってくるんやな。ようやく2つの分岐したやつが戻ってくるわけじゃ。なんだか力やかじゃの。え、大野、何や、なんでこんなところに。おお、ピヨちゃんじゃないか。元気そうだな。ロウスケさん、これどういうことですか。ま
まあ、かれかれ、じかじか、ごくごく、普通の展開のはずなんですけどね。僕は、ひよことコナミに、大野さんがここにいる経緯を説明した。はあ、最悪です。今週も一番会いたくないやつに遭遇してもらうなんて。俺もだよ。コナミたちはどうだった？萌え崎のグループ展に参加することになってから、コナミはちょくちょく僕たちは別行動だった。まあ、コナミの成長にとってはいいことかな。まあ、じゅうちゃんじゃよ。マリンちゃんは計画性もあるし、キビキビ動くからの。その計画性を悪い方向に使わんでほしいな。そっか。コナミ&ヒヨコが参加する萌え崎グループは、占いの館をやるらしい。占いの方？占い師か。なるほど。だってね、今なんか飛ばしてしまった。なんか知らんけど飛ばしてしまった。コナミがなんだか、なんだかんだかなってる。すいません。ちょっと止めてみてくださいね。萌え崎は初めからコナミを誘う気で、コナミの好きな占いにしようと計画していたのかもしれない。あ、コナミが好きだったけんか。案の定、萌え崎グループに参加してからのコナミは、割と楽しそうにしていた。よかったよかった。あ、ま、順調なら何よりだよ。お、和骨でーす。はい。あと10分ぐらいしかないけど、よろしくお願いします。とはいえ、こっちの準備が全然できないから、申し訳ないの。気にしなくていいよ。コナミ、今日の私は？今日のことねーは6位じゃったよ。微妙微妙。まあ、そういう日もあるじゃろ。コナミたちが占いの館をやると聞いていたから、コナミは1日1回、コナミに、小鳥は1日1回コナミに占いを、運勢を聞いている。最初は占いが何なのかもよく理解しなかったみたいだが、今は毎日の楽しみにしているようだ。ことねえも、最多生日当日はぜひ占いの館に来てほしいの。うん、行く。うん、小鳥が来たら最悪の結果を次々でやります。え？それ占いじゃねえから。それよりもう焼きそばは残ってないのかの。あら、何、昼ごはんまだ食べてないの？それがみんなで持ち合ったお菓子ばっかりでの。だからちょっとお腹空いてるのじゃよ。あ、そう。じゃあ余ったもので何か作ってあげるからちょっと待ってなさい。それは助かるの。まあすぐできると思うから。でな、まあすぐできると思うから座って待ってて、ひよこちゃんも。え、ひよこもいいんですか？だってお腹減ってるでしょ。まあまあ、もうひよこはすっかり馴染んでおります。じゃあ食べていったらいいじゃない。あ、ありがとうございます。コナミとヒヨコがテーブルを囲んで座り、イズキはキッチンに立つ。他のみんなは思い思いに行動していた。それにしても、長い間、僕と歩とイズキと東堂兄弟の5人だけだった本拠地は、小鳥が転校してきてから、たくさんの人が出入りする場所へと変わっていた。そうそう。小鳥ちゃんが来てから、ひよこちゃんがなんか仲間になったような感じになって、マリンちゃんになって、たびたびやけど、たまにやけど来るようになった。大野さんは来なくていいけど。自分たちだけの場所にだと思っていたここに、他の人が来る。でも、少しも嫌な感じはなくて、きっと僕以外のみんなもそういう風に感じているのだろうと思った。あの伊月だって楽しそうにしているのだから、きっとそう。はい、できたわよ。わー、いただきます。いただきます。うん、やっぱりイズネーの料理は美味しいの。本当に美味しいですね。そう、それはよかったわ。おっと、小鳥ちゃんがちょっとライバル意識を芽生え始めているぞ。なんですか、そんなジロジロこっち見て。美味しそうね。はい、美味しいですよ。ちょっとちょうだい。やですよ、小鳥はさっき食べたんでしょ。食べたけど美味しそう。私が食べたのとちょっと違う。それは自分で作ったのとやけんな。比べたらそれは伊豆家の方がうまいに決まっている。そんなに欲しいならフライパンの中にちょっと残ってるから食べたらいいの。本当にもう前はそんなんじゃなかったはずですが、調子狂います。小鳥ちゃん食べてる時の音、声なんか変だよ。
しゃべるなら食べてくるからにしてください。敵対してるはずの二人さえ、ここでは他愛のない話で怒ったり笑ったり。それは僕がこの島で小鳥とひよこに過ごしてもらいたいと思っていた姿そのものだった。こんな日がずっと続けばいいのに。この島にいる敵を小鳥が全て倒してしまったら、きっと小鳥はこの島からいなくなってしまうだろう。そうなればひよこや大野さんも同じようにここからいなくなる。騒がしさが少し減って、前までの日常が戻ってくるだけなんだけど、いつか来るそんな日はきっと寂しいものに決まっていた。僕はまた心の中で一人つぶやく。こんな日がずっと続いたらいいのに、と。なんか泣けてくる。7月28日、月曜日。どうしてこんな BGM になったんだ。なんかこのゲーム感動的な BGM で日付変わったらこんなことになってしまうぞ。どういうことだ。ずっとスタにいるのはダメだと思うんだよね、俺は。まあまあそうやな、言うことはそうやな。最近全然普通遊んでないと思うわね。そうかな。本拠地に集合するや否や、夏木がそんなことを言い始めた。でもこんな暑い中外で遊んだら熱中症になるぞ。水を飲めば大丈夫、じゃなきゃ日陰に逃げれば OK さ。まあ室内にいてもここクーラーないから熱中症になるときはなるけどな。今日は特に最多祭の準備もないからいいんじゃない。ということで外で遊ぼうぜ。おっと、パート1の最初の方にあった水鉄砲みたいなそんな遊びができるのか。それで何をやるの。わあ、何をやるのっていう答える前にさ、小鳥ちゃんその服かわいいね。前にも見たことあるけど。無難に鬼ごっことかかな。受験生が鬼ごっこって。別にいいけど、言い出しっぺが鬼やりなさいよ。お、いいのか。俺が鬼になってお前ら一瞬で全部で倒す。夏行が鬼をやると言い出した場合、全員を捕まえるまで夏行が鬼というルールになる。夏行は逃げるより追いかけ回す方が好きなようで、自ら鬼をやる方が。なんで俺エンターキー押してないのになんか飛んじゃったよ。なんでだよ。俺のキーボードのエンターキーが壊れ始めたんかな。すいませんね皆さん。範囲はどこからどこまでにする。範囲とか小さいこと言ってんじゃねえよ。んなもん全世界でいいに決まってんだろ。お前アバウトすぎるな。広いな。もうなんか世界を股にかける回答レベルになってきてします。軽泥かな、軽泥。まあお前がそう言うならいいけど。夕方まで全員捕まえなかったら罰ゲームね。いいぜ、何でもやってやろう。じゃあ車とあんたをロープで結んで島中引きずりますけどいいわね。お前拷問チックなこと言うな。お前ゆずき、前から思っとけば、お前はどんだけドメスティックバイオレンスなんだ。お前はいいぜ。いいのかい。伊豆木のペナルティはなんでそんな毎回そんなにひどいんだ。んじゃ10本やるから好きなところに逃げたまえよ翔くん。というわけで逃げることになった。しかし走り出そうとした瞬間に小鳥に腕を捕らえる。涼介。え、何、どうすればいいの。ああ夏駅から逃げ続ければいいだけだよ。ふーん、涼介はどこに逃げるの。え、私この島のことあんまり知らない。そうやな、そうなるんやな。だから涼介についていく。まあいいけど。やったー、また二人きりだ。なんか最近いい言葉作りみたいだな。ほらほら、早く逃げなくていいのか。とりあえずここから離れよ。こくり。どうしようかな、もうちょい続けるか。やってみようかな、もうちょい。小鳥と一緒に商店街まで逃げてきた。さてどこに行こうかな。私まだ行ったことない場所とか行ってみたい。まだ行ったことない場所か。移動できる範囲内でまだ行ったことない場所というと、おそらく山の方になる。神社はまだ行ったことないよね。うん、じゃあそっちの方に行ってみよう。神社か。
なんか鬼ごっこって感じじゃないな。まるで観光案内だ。まあいいけど、神社を目指すとしても普通に歩いていては10分以上かかってしまう。行き方を間違えると夏木に捕まりかねないな。わあ、まだ選択肢入ってきた。まだ選択肢入ってきましたよ皆さん。セーブセーブだ。よっしゃー、ちょうどいいんで、ここからにしよう、ここまでにしよう今回は。次回、近道を使う、遠回りする、多分両方とも見ます。両方とも見た上でちょっとどんな展開かニヤニヤしていこう。ニヤニヤね。どっちの方がいいんだろうってちょっと思うな今のところ。近道を使う、遠回りする、夏雪がここにどれくらいのタイミングで来るかって話よな。すぐに来るんだったら近道を使うでばったり会うだろう。遅く来るんだったら、後回しで神社に来るんだったら遠回りしたらばったり会うだろうみたいな感じなんだろうな。夏雪はどっちだろう。神社を一つの逃げるに適したポイントと考えるなら、近道を使っとったら会ってしまうのか、遠回りした方がいいのか、なんてことを考えながら今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。久しぶりに外で遊ぶぜ。しかも半分小鳥ちゃんとのデートみたいなもんじゃん。みんなで夏雪を任してやろうぜ。で、夏雪には盛大な罰ゲームを受けてもらうぜ。勝つぞ。